ひまちゃん、うん、7時半だよ。ママもう行かなきゃいけないから、パパと、うん、起きて、うん、起きてね、うん、一世のせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、今日は1日ですね、なんとママとパパもお兄ちゃんもいませんということで、今日はひまひまのぼっちの1日を撮っていこうと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。とりあえずまずはちょっと一日ね、ずっと今日家にいるんですけど、まあ顔とか髪とかをシャキッとするためにセットしていきます。ということで、今から髪をやっていこうと思います。メイクとかを今日一切しないんですけど、髪だけは巻いていきたいと思います。ちなみにママとパパまだいて、で8時半に出るらしいので、そこから私のぼっちがスタートです。なんか私が巻きをしたらこんなバサバサになっちゃったんで、嫌なので変えますということで、皆さん今行きました。じゃん。髪も出来上がりまして、まあなんか普通に三つ編みで、今の時刻が8時25分です。で、今日の予定としてはこんな感じ。今日ちょっとですね、勉強しなきゃいけないので、なんでかっていうと、明日高校でクラス分けのテストみたいな、まあ学力テストみたいなのがあって、私マジで勉強してなくて、で今日初めて勉強するんですよ。でもなんか勉強するものとか言われてなくて、まず何を勉強していいかも分かんなくて、まあとりあえずやりながら、はい、一人で勉強したいと思います。ではいただきます。朝ごはんママが作っといてくれました。おにぎりといちご。ただなんかメロンパンも置いてあったんだけど、さすがにこれはこれとこれはやばいと思うから、4分の1食べるあとお昼ご飯もね、一人で食べなきゃいけないからコンビニで買いに行く。いただきます。受験終わってからは遊びまくりましたね。結構、あ、わかめおにぎりだ、美味しい。予定から10分ずれてるんですけど、とりあえず勉強はしていきます。数学解いていこう。カフェラテね。誰もいないからめっちゃ静かでやりやすいわ。もし眠くなったらこれを食べて頑張ります。解いていきましょう。やばいやばいやばい、さっきまで意外とちゃんとやってたのに、勉強ね1時間してちょっと休憩とか思ってやってたら休憩しすぎました。完全にマジでやばい。ちょっと待って、チョコケーキの作り方調べてたらそうなった。やべえ。よし、やろう。開始10時からね。お昼ご飯の時間削ればいいか。一人だとこういう調整できるから、これ食べます。うん、これマジで美味しい。さすがに食べ過ぎた、やばい。はい、というわけでですね、さっき10時から勉強開始したでしょ。で、11時40分ぐらいまで勉強してました。2時間40分ぐらい数学だけやってました。ちょっとこれ今からお昼ご飯を買いに行ってきたいと思います。そうだから一回コンビニに行ってきます。セブンとファミマとローソンどれにしよう。ファミマかなはい、1時になってしまったんですけど、買ってきたものはまず1個目、ピザマンです。で、次がふっておいしいシャカフリサラダ。あとは私の大好きな、じゃん、つるもち餃子の春雨スープ。で、最後、まだ食べるんかって感じだけど、じゃん、はい、茶碗蒸しですね。なんか美味しそうだったの、すっごい大きくてね。で、あとはですね、気になっていたこれを買いました。じゃん、もちら、まあ、グミじゃないよって書いてあるんですけど、グミ好きの方がおすすめされていたのでちょっと買いました。ではですね、今から食べましょう。ひまひまクッキングということで、買ってきたものを温める作業に移りたいと思います。どうやってやるんだ。電子レンジで温める場合はフィルムを剥がして。電子レンジで何分か書いてないじゃん。あ、書いてあった、2分って。ちょっと待って、
どれに入れよう。え、そういうお皿ない、茶碗蒸し用のお皿なんてないんだけど。上に乗せることにします。普通にお皿の上に乗せてって書いてあったから、入れてじゃなくて乗せてって。プッチン出んのかな。え、うわー、声どうにかして。こんな感じ、すごっ。はい、というわけで出来上がりました。パチ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 、茶碗蒸し、なんか見た目が。あと春雨もちもち餃子スープピザマンサラダ、え、なんかバランスどうしたみたいな。うわー、おまいがー、ちょっと待って、このドレッシングを入れてシャカシャカしていこうと思います。カメラアングル誰かどうにかして。シャカシャカします。いただきます。食べ放題によくあるドレッシングみたいな感じで美味しい。あとは皆さんが気になってるであろう、この変な形をした、まあ、私が変な形にしちゃったんですけど、茶碗蒸し、うん、美味しい。今茶碗蒸しめっちゃ好きだから嬉しいです。自分で作ったご飯は美味しいね。本物のひまひまクッキングということでですね、ママとパパが帰ってくる前に、まあ、ちょっとサプライズで、何のサプライズかもわかんないし、自分が作りたいだけなんですけど、今からなんととあるものを、まあ、スイーツですね、作っていきたいと思います。全部 YouTube でレシピ検索してこうやって見ながら、あ、これついてないですよ、ちゃんとこう切ってますでね、 YouTube でこうレシピ見ながらやってたんですけど、はい、こんな感じで材料も全部用意したので、ちょっと見てほしいんだよ、これめっちゃ頑張ったんだけど。作りたいスイーツをとにかくこうやってレシピ貼って頑張って作ったんですよ。では早速作りましょう。バレンタインに使ったこの型を使っていきます。よいしょ、いきますね、せーの、あ、コンコン、あ、殻入った、とじゃん、取れました。ちゃんと見て、ひまひまちゃんめっちゃ頑張った。もうこれ泡立てるのにね、マジで15分ぐらい今ずっとハンドミキサーでこうやってて、見本の方みたいになるように頑張ってここまでやりました。もうすぐ3時になりそうなんですけど、今生地が焼けました、てか焼いてます。で、ひどい姿を皆さんにお見せします。じゃーん、全部お菓子作りで使ったやつ、やばくない？朝パパが時間ない中飲んだコーヒーのこのカップもあるので洗ってあげましょう。私がこの編集しながら多分ひまに感謝してるよね。ね、スイーツの15センチの型買って、おね。皆さん、大変ショックなことが起きました。もう今3時半なんですけど勉強どこ行ったって感じだけど、あの生地は焼き上がってめっちゃいい感じにできたんですね。ただこの上が剥がれてるの分かる？なんでかというと、このクッキングシートを使ったら、実はこのプリント面をその食品に触れるようにしちゃダメなんだって、で後から見たら気づいたんですよ。こう生地にね、この絵がプリントされちゃってて、でもこれ絶対食べれないじゃないですか。だから頑張ってひまが全部剥がしました。裏面をね、使わなきゃいけなかったんだって。そうだから見て、横もね、横面も分かる、こうやってなっちゃってるの。もちろん切るんですけど、食べ物だから、ほら見て、印刷されてんのよ。だから全部取りました。はぁ、大変だった。やばい、めっちゃ綺麗に2枚、めっちゃ綺麗に2枚に切れた。やばい、最高。ちょっと待って、超綺麗じゃね、やばい。はい、というわけでできました。よいしょ、はい、こんな感じです。うん、まあ見た目はあんまり良くないね。ただ中はスポンジとクリーム全部一から作ったので、まあいい感じです。皆さん見てください、ママが帰ってきました。そんなこんなしてた、はい、はい、ただいまー、ということで、ちゃんなのそれ、すごいんだけど。クリームも全部自分で作って、うん、あのホイップするところからで、生、あ、チョコも、うん、ちゃんと溶かして混ぜて、まあ、こうなりました。すごい、うん、え、わかる？これ右がイチゴで左がバナナ。すごい、あー、美味しそう、ありがとう。はい、どうぞ。ありがとうございます。これさ、生クリームっていうか、そのホイップクリームにチョコ2枚使ってます。うん、いただきます。おいしい。この後は、この後はちゃんと勉強しますよ
はい、今ね、4時やばい4時45分になりました。ありえない、花粉やばいし。で、皆さんに言いたいことがあって、じゃじゃん、なんとプラザさんからプレゼントをいただきました。ありがとうございます。開けてみましょう。ありがとうございます。すごい、ちょっと待って、じゃん、マジヨーベルンペちゃんのカラフルバージョン見てくださったのかな。ありがとうございます、嬉しい、やば。で、しかも見て、キュンデスが入ってる、やば、嬉しすぎ、やば、かわいい、ありがとうございます。これいただきました。かわいい、ヨーグルッペちゃんのカラフル版、じゃん、お水をいただきました。じゃん、なにこれ、ハンドワイプ、なんだこれ。あと、わ、チョコレートもある、やば、おいしそう、綿菓子じゃん、大好きなナーズロープ、ハリボーとヒッチワードだー。で、最後、じゃん、プラザさんのハンドクリームです。ありがとうございます。あー、しっとり、最高です。よっしゃ、勉強やろう。よいしょ。はい、というわけで、現在の時刻がなんと1時25分です。飛びすぎじゃない？あの、ぼっちが終わったし、動画回さなくていいかって思ったらこんな時間になってしまって、そうで、明日はもう6時起きなので、マジで早く寝ないとやばいから、4時間半はさすがにちょっとやばいから、早く寝たいと思います。はい、というわけで今回はぼっちの私の過ごし方っていうか、私のぼっち Vlog でした。まあ、私ね、結構日常生活で動画を回すことが好きなので、そう、よく動画をこういうの撮っちゃうんですけど、まあ、ぼっちでもね、こうカメラの奥に皆さんがいると考えると全然ぼっちじゃありません。では、次回のフィフェチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。みんな今寝てるので小声です。いただきます。ちょっとカメラアングルどうにかして、これでいいか。 OK。